高橋定治高橋定治は日本の俳優。本名は高橋定治愛称はただしちゃん。東京府南葛飾郡奥戸村大技曲がりかね出身。日本映画学校卒業後、1945年に小竹に入社。翌1946年、映画仏光公協楽でデビュー。佐田帝二、鶴田浩二と共に、 小ーブネーの三番ガラスと言われ、小竹映画の主力男優の一人として、多くの作品に出演した。1959年2月に結婚。同年11月3日、神奈川県横浜市西区の横浜駅前において、自ら運転する自動車のハンドル操作を誤り横浜市電に激突して死亡。残された妻は1962年に池袋のアパートで、 ガス自殺した。墓は東京都港区の青山霊園にあり、妻と共に埋葬されている。高橋が死亡した日、作家の団記録も友人の友人が高橋であるという縁から一緒に横浜に飲みに行こうと誘われていた。しかしダンリは昼に刺していた将棋の決着をつけるという戦略があったため高橋らを先に行かせ、結果として難を逃れることとなった。 高橋定時ことバンク20世紀日本人名治展2018年8月3日、閲覧。松竹大船撮影所覚書き、小津安二郎監督との日々ハット ABCD 大崎、吉尾、許す人新庁舎、2012年、P114 から117。ありがとうございます。